こんにちは。今回はね、袋工事の袋でいこうかと思います。いや、あの、面白いですよね。面白いって言ったら悪いんですけども、吉谷さんが動画の最後で言われてたように、みんなビジネス頑張りますって言ったくせに仮想通貨が流れるみたいなね。で、そこで資金を失って戻ってくるみたいな。この動きっていうのはね、あの、いや、申し訳ないけど、滑稽ですよ、これは。こんなことをしてる以上、金は稼ぎません。で、私が、 暗号通貨をやったり投資をやったりするのは情報発信によって稼ぐっていうところが根底にあるからなんですよ情報発信によって稼いでるたまに情報商材を販売するその売り上げ利益があるから投資にも手を出せるってところなんですよだから投資が先行してるわけではないんですよねまあ今は投資が先行してますよでもそれは資金が増えたから投資に向ける余剰資金が増えたってことなんですよでそれは最初 ちちっちゃいものをどん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 ね、雪だるまに積み上げていってやっと2017年から投資を作る地盤ができたんですよでまあなんせ家賃がかからないっていうのがまず一番ですよ生生活コストのの大半が家賃かか。ら始まるるしてるものじゃないですかで私は家を一括で買うことによって通常は65歳とか70歳まで続く住宅ローンもしくは家賃の支払いが人生からなくなったんですよ ね、だから家賃が毎月5万6万とか住宅ローンの返済が毎月123万とか考えていくとそれが全部そっくり私にとっては余剰資金であるわけですよねしかも毎月の収入がもう今段違いなわけですよ毎月20万30万とか40万っていう世界ではなくてねもう一桁上なんですよねでそうなってくると当然生活コストを差っ引いた大半が余剰資金なんですよねうんでも本当吉田さんね皮肉なことに そのドリームアカデミアとかね即課、まあ、塾っていう塾ありますけどもこちらの方に払うお金は「いやなかなか支払いがきつくって」とか言って分割お願いしたりとか実際分割になるじゃないですかでもなんか暗号通貨のいろんな案件に30万50万100万ってあったらそのお金はあるんですよねでご丁寧になくすんですよなくして戻ってくるみたいな で戻ってきた時にお金がないから分割ですいませんみたいな感じで一体何が一番大事なんですかってことにはやっぱなるんですよね稼ぎ続けてる人にはお金が払えないけどもそのあやふやなものにはねポンポンお金を払っちゃうみたいなねこの考え方バランスを壊していかないと入れ替えていかないとやっぱり目先のお金にこうね揺さぶられてしまうんじゃないかなと思いますもちろん人間なんで 吉田さんも言われてましたけども、私も目先のお金に流れることありますよ。だけども、同時に戦うわけですよ。あ、なんか儲かりそうだなと思っても、今それ自分がやれる力量があるか。確かに今回の今しかないっていうチャンスを逃すと、そのチャンスはもう来ないかもしれない。でもそれが自分の力量なら、それを等身大で受け止めるしかないよねっていうふうに私は考えます。ですんでね、 儲かりそうなビジネス、何回も進められるんですよ。でも今私には余剰資金が予定している余剰資金がもう出払っているとしたら仮にここに浮いたお金があってもそれは使わないですねそれは浮いた金として残そうと思った計画のお金だからですひいて言えば私個人で使えるお金は今すでにないんですよ常に私のところにあるお金っていうのは家計なんですよね私の個人のお金ではなくて家族のお金なんですよ ですんで、すどんなおいしい話があってもそこには向かいませんきちんと計画をして検証してその上でですよ主にね私が情報発信を何でできるかっていうと情報をすごく収集して分析してるからなんですよそれが情報発信になってるわけなんですよねだから情報を収集しない発信できるほどに情報をつかんでない人がなぜかお金を払うほどの判断を一定の商材とかね そういったあコンテンテツにしてしてまううっっていいいののは、うん、これはやっぱりリスクの高生き方だなと思まますまずは情報発信が常にできるぐらい情報収集をすることと自分がお金を使おうと思っていることに対して投資案件とかですけどねえ、情報発信していくことによってコメント欄の反応が見れるわけじゃないですかそこで学びがあるわけですよ客観的に自分のことを見て本当にいいんだろうか そして情報発信をしている以上一つのそれが予告になるわけですよこんなの買おうと思うんですで買いましたどうなりましたっていうところも全部情報発信のネタにすることによって下手な情報発信ばかりできないなっていうふうに自分の決断がもっともっとよりシビアになるわけですよ誰にも知られずに買うから誰にも知られずに損するんじゃないかなと思いますけどねそれが袋工事というものだと私は思いますけどねそれじゃあいってらっしゃい